ゴリンゴラジオ自由の女神になりたくて、1月最後の放送となる第139回ニューヨークゴリンゴラジオ。今週も先週に引き続き、沖縄三味線三線奏者でシンガーのりのちゃんです。今回は前回に引き続きなので後編インタビューになります。前編では好奇心旺盛なりのちゃんのすごい経歴を伺いましたが、聞いてない方はぜひ前編も合わせてお聞きください。では本日の後編は、様々なパッションから動いてきたりのちゃんがついに三線と出会うところからです。常にパッションと行動力で生きてきたりのちゃんからのメッセージも聞き逃せません。それではどうぞ。ただまだ三線は弾いてないよね。ああはい、三味線ね。三線はその時見たこともないですね。まだそうなんだ。この時点では、うん、音も聞いたことないです。で、どういうきっかけで三線奏者になっていくのかしら。それがですね、民謡が楽しくって、もうレッスン行くのが楽しみで仕方なかったんですよ、私。ああ、すごい民謡楽しかったんだ。で、もう本当寒い日とかもあったんですけども、そういう時でも先生部屋温めてくれてて、それで、まあ、10時とか9時とか時間決まってるんですけども、1時とか、はい、その時間にぴったりちょっと前ぐらいに行くようなのがだん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 早くなっていったんですね。楽しいので。楽しいから早く行きたくても早く習いたいっていうので行ったら、先生その間発声練習とかしてるんですね。時間まで、でその先生が発声練習をしている間に、そこにあるの触っていいよって言うんです。それが尺八と三味線だった。尺八と三味線、尺八と三味線が置いてあって、それを触らせてもらったんですけども、尺八、全く音が出なくて音出ない。あれ難しいね。難しいですよね。で出そうという気持ちにはならなかったんですよ、私。もうならないし、そう、じゃあ私尺八はいいです。もう全然ヒットしなかった。ヒットしなかったんで、まあ、じゃあ三味線触ってていいよっていうので、三味線を、まあすごい下手だったと思うんですよ、初めて触ってるから。でもどんだけかじゃんじゃん鳴らして鳴るものね。とりあえず、ね、音は出るもんね音は出るので、でもどういう音を出してても先生何も言わないので、その間鳴らしてもらっていたんですね。触らせてもらってたっていうくらい、別にそこでレッスン受けたとかレッスンは受けてないです。歌だけだったんです。でもただ、まあ、そこで一応三味線との出会いが出会いは、でもそれはあの歌のレッスンだから、それっきりよね。あ、そうなんです、で歌がちょっと通うのが遠くなってしまったんですね。で離れてしまったので、まあ、太田先生からも、少し離れて、歌も三味線も離れてしまったんです。そしたらちょっと話した相手に、私三味線の音色良かったっていうことを話した相手が、私三味線じゃないけど三線を教えてる人知ってるよって言ったんですよ。三線って何ですかっていう、三線って何、形が三味線に似てるんだけどね、蛇の皮でね、なんていろいろと聞いて、少し興味が見てみたいっていう興味があったので、その時は近かったの、そこまで近かったので行ったんです。そしたらその音色にちょっと心をやられてしまって来たー、また来たんだ。あ、この癒しの音は何だろうって、うわ、三味線、三線の音にもう魅了されちゃったんだ。三線のこの音弾けて自分で聞けたらいいなって。あ、じゃあ3つも癒されるわけね癒されるんだろうなと思って。それで三線を打てる場所知らなかったんですね。切ればよかったのかもしれないんですけど、私すぐになんかネットで調べちゃってささっと調べてすぐに行動だからね。最新調べたら通販でも売っていて、通販で、まあビギナーだからね、初めは通販ぐらいでもね、それ届けてもらったんです。あ、じゃあマイ三線が来たんだ。マイ三線来たって、その先生のところ行って、指の
置き方、うん、こうやって置くんだよ、こうやって指を、あの運指って指を動かすことなんですけど、運指を教えてもらって、うんうん、で家に帰って、うん、そしたら家には、うん、もう今年あの年女の年女ネズミ年なんですけど、おばあちゃんがいるんです。おばあちゃん、96歳のおばあちゃんが、その当時は若いですけど、ね、はい、そのおばあちゃんはもう下手でも褒めてくれるんです。孫が弾いたらね、なんだって上手に聞こえるよね、そうなんです、もうただポーンって弾いてるだけなのに褒めてくれるから、あ、いつか曲弾けるようになりたいっていうので、もうそこでおばあちゃんの前で練習するのが好きになったんです。ああ、はい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 、はい、習いに行かず、あ、じゃあレッスン 取りに行かずに最初の基本だけ、基本だけ教えてもらって、え、じゃあ三振は独学？ほとんど独学、普通独学で。じゃあおばあちゃんの前で練習したらどんどん弾けるようになってんだ。そうしたら曲が弾けるようになったので。へえ。え、でもあの、ほら、インストルメントの楽器って難しいじゃない、あれ、なんか。あ、そうなんですよね。よく一人で独学で、おばあちゃんパワー。おばあちゃんパワー。すごい、だってあれ。おばあちゃんが私を癒してくれました。大できるって。すごい、だってあれコードとかそういうんじゃないのね。コードじゃなくてフレットもないので。フレットないよね。うん、初めはなんか今横に、うん、あの点を置くんですね、フレット側に点を置いて、そこに指が当たってるかどうか、でも指を当たってるかどうかを見ながら楽譜は見れないので、初めそれだけを練習して、でその感覚を覚えてから楽譜を見て、で楽譜をの曲を練習しながら曲を弾くようになっていきました。へ、まあ、おばあちゃんを褒めてくれればね、どん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 上達するよね。おばあちゃんにね、そう結んで開いてとか一緒に手をグーパーしてやってくれたり。そっから三振始まったんだ。そうです、そう。でもほら民謡もね習ってるったから、あ、だからそれで、曲を弾きながら、おばあちゃんが知っている昔の歌とか童謡とかを弾きながら歌って、へえ、あ、そっからついに三振が出たんだ。三振が出ましたね。じゃあ次にね、ニューヨークの話を聞く前に、はい、これりのちゃんまた興味深い経歴なんですけれども、結構いろんな資格持ってるのよね。あ、資格ね、はい、資格、はい、すごいね。もうほらさっき言ったね、美容師の資格、それからパンのね先生になった、パンの先生の師範じゃない、はい、一応ね。ね、でほら、着付けも、ね、あの着付け教室も行ってたから着付けも師範よね。はい、師範を取らせてもらいました、はい、その他、秘書検定準2級、あ、はい、取りました。すごいね。ここは一番初めに働かせていただいたところがあるんですけれども、そこが、あ、そこで秘書をしたんですね、あの日本歯科大学の口腔外科っていうところで。しましたね、はい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 。でそこに縁あって働かせてもらうことになって、で秘書なので、あ、秘書検定受けてみよう。じゃあ働く前はなんか持ってなかったんだ。持ってないです。とりあえず決まって、仕事決まって、あ、私秘書だし秘書検定受けてみようかなっていう感じで。そうです、そうです。すごい、受けてみようっていうので、受けてみました。でも実務がそのままだったんでしょうね、はい、あ、だからその時の、はい、すごい準一級、すごいじゃないですか。そう、私は秘書検定持ってますよ、2級、2級って、2級も難しいって、ね、いやでも準一級だからね。いやいや全然使えてないんですけど、私も学校で取らされたんで、いや今私何も使ってないですけど。いやいや私も全然使ってないんですけれども。で他に、移動式クレーン運転士なんですね。あ、はい、全然これ分かんないんですけど、クレーン運転できます。クレーンを運転クレーン運転できる免許持ってて、自動車運転免許全種なんだ。あのね、これ、はい、普通免許みんな持ってるじゃない、はい、これ全種って何って感じみたいな。あの、はい、全然イメージから、はい、こうクレーンとかを運転するイメージとかないし、今までの経歴の中でもクレーン必要ないじゃない、
クレーン必要ない必要ない。今聞いてきたね、はい、話の中 で、はいはい、なんでクレーンの免許取りに行ったかな行ったんだろうか。私それはですね、うん、まだ自動車免許、その普通免許を持ってた、普通免許は持ってたのね、持ってた、うん、これ普通よねみんなね、はい、うんうん、で持っていた時に、うん、あの 3.11 があったんです、うん、で2011年だ、そうそうで、うんうん、2011年に、うんうん、であの時テレビを見ていたら、うん、運転手が足りないと、クレーンとかの運転手、もうユンボとかね、ユンボとか、こういう時に運転する人がいないなんてって、うん、うん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 、っていうので、うん、私には何ができるんだろうって思って、うんうんうん、で自動車学校に行ったんです。行ったんだ、ま、ちょっと待って待って待って、テレビで見てて運転手が足りないと、はい、ユンボとかクレーンとか、はい、あと多分輸送するね、あの、うんうん、バスの運転手とかそういうのが足りないってことなんだよね。それを見て、はいはい、自動車教習所に行ったの？行ったんです。私に何ができますかと言いに来ました。行ったんだ、はい、行きました。あの時はそうですね、で教習所の人もびっくりでしょ、何をね、何ね、うん、何って言ってもね、私あなたは普通免許しかないですからね普通免許、うん、普通免許、これ普通自動車運転してくださいよ、もう調べればね、そういうことはネットで調べてもよかったのかもしれないですけどねそれは直接もう行動しちゃったんだそこは、ねはい、ネット行く前に先に、はい、ね、教習所行っちゃったんだ、教習所に行っちゃったんです教習所の人も困るよね、急になんだこの子っていう、うん、それでそれでそうしたらあのそこの校長先生が出てきて、うん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 、で、まあ、3.11 の話とかそういうことをずっと話してたんですね、うんうんうん、そうしたら、まあ、それ習うにも高いから、うん、お金が、そう、日本の教習所は高いからね、だって普通免許取るときも私は30万円くらいかかった気がするから、免許取るのも高いのよね、うん、それがまたなんかほら大型とかユークレーンとかだったら高くなるんですよ、特殊だとか大型だとか、うん、いろいろあるのね、そうで働くとなると、うん、その、運転の、うん、運転技術を使って働くとなると2種が必要だったりするんですね、1種じゃなくて2種免許っていうの、うん、でそういうのを取るとなると、うん、1つずつ取ると高いから、うん、セットにしてあげるとそう、いろんな免許を、はい、エクススタートのコンボみたいな感じでコンボにいっぺんに取ると安くなりますよみたいな、あ、そうそういうのがあったんだって、その時に大型と特殊と牽引、大型と特殊と牽引まで掘ってるんだ、はい、読みました。そして取ったら、あ、私ハマっと取れたんだね、当たりました、もちろん、だってしたら、あのそこでも運転がすごい好きになってしまった、きたー、パッションきたー、私運転楽しいんだ、運転、ね、あの普通車じゃなくて、うん、ま、そうです、普通車じゃなくてこういう運転を、ね、女の人って力がねあまりないから、うん、けれども、うんうん、こういう機械を使えばいろんなことができる、重いものも運べるし、うん、引っ張れるしみたいな、そう、それでしかもそこの教官の人が、うん、女性の方が丁寧に動かすから、うん、作業の時はいいんだよって言うんですね、女性の方が、うん、繊細だからね、精密な動きをする時、うんうん、クレーンなんて1トンとか何トンとかを動かす、うん、持ち上げて、うんうんうん、それを1ミリとかでもポンってやったら、あの風がある時はすごい揺れるんですって、ああ、はい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 、うん、まあ、それはあの自動車学校では取れないんですけど、クレーンは、うん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 、でそういうので女性は向いてるんだよって言ってました、教官がそう言ってたんだ、うん、はい、はい、うん、で全部取ったと、あ、はい、そうです、でその大型とか、はい、そういうのを運転するのが楽しいんだ、はい、あ、いいですね、好きですね、っていうことは今でも免許があるから、はい、もういつでも、うん、はい、そうですね、輸送もできるし、うん、こっちで免許はでも持ってないんです、ね、アメリカではね使えないものね、うん、国際免許を出しちゃう、一応国際免許としてそう、まあ、使えるよっていう、この人がこんぐらいできるよっていうのをさせてもらいます、でも日本だと、うん、バスも運転できるし、できます、はい、すっごい
幼稚園のスクールバス、スクールバスとかできるね、はい、できます、はい、すごいこれ、はい、いやもう何でも興味出ちゃうのね、興味出ちゃうんですよね、すごい。じゃあやっとニューヨークに戻りますけれども、はい、今三線奏者としてあの活躍してるじゃないですか。ありがとうございます、うん、まだまだ。その一番最初のデビューは、はい、あ一番初めね、うん、あのイベントの仕事をしてもらってたんですね。いろんなイベントのね、うん、オーガナイズとかしてますもんね、うんうん、そこであのアニメコンベンションだったんですね、うん、でそこに出演している日本人の方が、うん、あそうちょっといいです、うんうんうん、あの私、うん、三線を離れたことがあるんですね、うん、ニューヨークに来て。あ三線はあれだけ好きだったんだけれども、うん、ニューヨークに来ちゃったから、そうあの置いてっちゃったんです。あ三線持ってこなかったのね、ニューヨークに、うんうんうん、で1年ぐらいして母がいいの送ってあげるよって、うんうん三線をニューヨークに送ってあげるよって、うん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 送ってっていうのでやっと三線が手元に来たんです。おうん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 、でそれで三線を弾いてみたら、うんそのブランク、1年のブランク、うん、ああなんでこんなに手が動かないんだろう、全然弾けなくなっちゃってから、うん、なんかあもう歌を始めやらなきゃ、あんな曲覚えたのにあんまり覚えてない今って、ああ忘れちゃったんだ、そうなん、うん、全く1年弾かなかったのね、うん、それが嫌で、うん、もうずっと持ち歩くようになったんですね、三振をね、三振を結構リナちゃんと会うときいつも三振持ってるよね、担いでるよねいつもねおばあちゃんと一緒みたいな感じで、ね、どこのイベントでもそうよね、はい、見かけるときはね、そうなんで三振を持って、でそれでそのイベント行くときも三振持って、うん、あの朝と夜とか、うん、少しだけ三振触ってたんですね、運指、うん、の練習とかそういうことをしていて、うんうん、で、まあ、そのイベントにフォローメロっていう日本のグループが来てたんです、うん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 、でその方とまあ話をしてて、あ三振弾くんだって、うんうん、で、今度のイベント一緒に出ないって声かけてくれたんです。だってでもそのバンドはどういうジャンル、うん、アニメの歌を歌うんです。三振とアニメの、うんコラボみたいな感じ、うん、どうすんの、私そんな弾けませんって、うんうん、だってまだ練習中だし、そうそう練習中だしまだ来たばっかりだし、うん、まだまだもっとブラッシュアップしないとね、そう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 、うんうん、でできるとしたら桜桜とか、うん、あの工場の月くらいなんですけれどもって言ったら、うん、あじゃあそれやろうって言ってくれたんです。すごい、私の曲を聴いたこともないんですよ。やってるって言ってるだけだもんね。そう言ってるって言ってるって言ってるだけで、私がそうどういう曲弾き方をするかとか見たことないね、見たことないし聞いたこともないのにそうやって言ってくれて、うん、いやでも私ダメだと思うんですけどって、いや大丈夫大丈夫で、ま、その間にホテルの部屋でリハをしたんです。うん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 、うんあ、じゃあこれで行こうって言ってくれたんですよ。リハーサルで、うん、三振弾いたんだ。弾いたな。いいじゃんそれでみたいな、うん、あ、じゃあこっちでコードをこうやって合わせるからっていう、そのままでいいよって覚えてるのでいいよって言ってくれて、あ、で合わせてくれたんだ。合わせてくれた三振に。プロの方ですよ。さすがプロ。そう、本当にありがたい。それがアメリカデビュー初め、もう本当初めてのアメリカで弾かせてもらったので、じゃあバンドと一緒にデビューだ、はい、弾かせてもらった。桜と工場の月。でもすごいそれモチベーション上がるよね。上がります上がる。もうもっと上手くならなきゃって。そうそうそうなんです。あこうやって言ってくださって、こうやって出させてもらったの、私あのこのままじゃいけないこのままじゃいけない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 って思って。すごい、うん、ありがたかった。まあ、そこからね、いろいろそうやってじゃあどん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 またブラッシュアップして戻ってきて、うん、今いろんな結構イベントでね、はい、行かせてもらってね、ありがたい、本当ありがたいです、ね、いや、じゃあそのニューヨークにね来たきっかけはまあそういうので、うん、三線奏者でシンガーで、まあ、いろんな経歴からつながってますよね。だって民謡習ってたからシンガーで行けるし、はい、うんうん、ねあの
三振習って、うんうん、今に至るよね。あ、そうなんですよね。どっかで生かされるよね。もしかしたら、うん、運転免許もまたね、どこかのポイントで、ね、使えるかもしれないし、うん、秘書検定もね、どっかで出てくるし、どっかで出るかなと、つながる可能性あるよね、うん。できたらいいですね。役に立つことがあったら。ね、立つ立つ。え、うん、そんなりのちゃんは。はい、将来の夢とか野望はあるかしら。何かいろいろ今いっぱい持ってるけれども、それがいつかドンとまた違った形で花開くかもしれないけれども、今のところ今現時点での将来の夢とか野望、私、うん、もう本当好奇心旺盛で、一、うん、つあるとその一つやってる間に次行くんですね。なるほど。行ってたもんね、あのパンやってる時にね、民謡やったりね、いろいろあったものね。ああいう、うんうん、そうそうそうなんですよ、うん、でまた次の好奇心、好奇心っていくと好奇心の塊やね。そう、でも好奇心あった分練習とかいろんなことができればいいんですけど、わっかる。時間って限られてるからね。そう、1日24時間しかないじゃない。そうなんです。本当やりたいこといっぱいあるから、うん、それに費やしたいけど、うん、そう、好奇心があちこちあったらね。そうそうなんです。一個に集中しないと、うん、あ、もうすごい、あの、いつになってもそれは実らないなって。わかる、それはわかるよ。そうで、なので今は本当三線と歌うのがすごく気持ちがよくて、あ、もっと頑張りたいっていうモチベーションも高くいられるので、今はその道を、うん、あの固めてる、固めてるのね。今固めてるのが三線とシンガーをね、うん、はい、今のところ、ね、今のところ、はい、でもそうです、今のところ、うん、今自分ができることっていうのはそこなので、うん、はい、石橋叩くような感じ、石橋を叩いて固めるんですかね。固める、私の場合は。なるほどね。叩いて渡るんじゃなくて固めていくのね。固めて、そう、自分が渡れる道を作んなきゃっていう思って進んでるところ。いや、でもまたちゃんと出てきちゃうかもしれないけどね、いろんな好奇心がね。でもほら、はいはい、ね、みんなそういうものプラスだから悪くないと思うんだけどね。まあ時間の問題だけれどもね、はい、そう、時間ね。そう、じゃあ三線と歌を固めていくっていうことね。そうですね、将来の夢はね、今のところはね。そうですね、そうしてるうちに自分の道が、うん、綺麗に見えるんじゃないかなって。うん、うん、何をしたいかっていうのが。ただでも今までいろんなことをやってきたけれども、うんうん、あの、ほら、その時に楽しいと思ってパッションでやってるじゃない。あ、パッションで動いてきましたからね。パッションだけで動いて、はい、パッションだけでっていうと。でも本当にまたちょっとあれだけどね、うん、でも本当にパッションだけで動いてきた。でも、うん、でも本当後悔はないよね。ないです、ね、あれやらなきゃよかったなとか、うん、っていうのは全くないじゃない。私ね、高校の時に進学を決める時に一生かけての夢を探さなきゃいけないっていうプレッシャーがあったんです。うわー、そんなまだ高校生ぐらいで一生の、それは、うん、プレッシャーやわ。しかも私の性格、うん、無理なんですよ。無理だよ。うん、無理なんです。 でもそうしないと親に悪いなと思って、お金をだってね、こんだけいろんなことやりたいの、ね、出してもらうから、うん、ってことは自分がやるやらないを決めるのはじゃあ自分でお金を出せばいいんだ、うん、っていうので、うん、全部自分でお金出してやってきます。おわー、でもそれは、そうよね、うん、そしたら好きなだけできるもんね。好きな時にやって、好きな時に違うところでやって、うん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 、お金かかったわね。いろいろやったからね。やったから。でもその時その時ね、うん、もう学校にしても本当にもう美容学校でも大学でもあのいい先生がいたんで、それを教えてくれる、どういう風にしたらお金がかからない、今ね、かからないできるっていうのを教えてくれた先生がいて、本当に出会った人によってよね、うん、本当にいい出会いをしましたね。その先生が違ったらやってなかったこととか多いじゃない、うん、そうなんです。パンの先生にしろ、民謡の先生にしろ、そうそう、だから、いい出会いをしてきたなって本当感謝してます、ね、うん、じゃあ、はい、今は三線とシンガーを固めていくりのちゃんなんですけど、はい、ビジネス PR をしていただこうかなと思うんですけれども、 ありがとうございます。はいはい、近々の、あの近々ライブとかね、あればね、あ、はい、はいはい、
3月の7日、うん、土曜日に、はい、アストリアの36阿部の駅の近くにある、うんうん、ウケハットという店があるんですね、うん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 、そこはウクレレのお店なんですけども、ウクレレ来ました。ウクレレ私もウクレレにハマりまして、いいですよね、はい、もうハワイスペシャルで、うん、ウクレレにチャレンジしたんで、はい、そっからあウクレレ来たと思って、あ、はい、ウクレレクリスマスプレゼントにいただきまして、うんうんうん、今頑張ってます。すごい、え、はい、そのじゃイベントはもしかして三線とウクレレのコラボです。来たー、来ました、行きます、行きます、あ、嬉しい、行きます。3月7日、ね、7日です、土曜日、はい、8時からです。8時からウケハット、ウケハット、じゃあブログにも書いておきますので、はい、私も見に行きますので皆さんもそこで会いましょう、はい、ありがとうございます、すごい、え、うん、なんでまたこの三線とウクレレのコラボ、ウクレレのコラボ、このウクレレのコラボのウクレレをしている方が酒井さんという方なんですけれども、うん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 、そのウケハットで働いてるんですね、うんうん、その方がこの間イザベラハウス、ああの介護施設の施設ですね、うんうん、そのウクレレの介護施設で一緒にやったんですね、はいはい、うん、あ、そう、へえ、はい、ウクレレと三線のコラボ、はい、その時は1曲しか一緒にしなかったんです、うんうんうん、あ、ウクレレの方、うんうんうん、ウクレレの方と三線の方みたいな、はい、そうです、そうです、そういうで、で、おじいちゃんおばあちゃんたちの前で、はい、演奏させてもらって、演奏して、はい、あ、それがきっかけで、それで、うん、はい、あ、じゃあ今度一緒に演奏しようかっていう話になって、すごい、それで今度コラボやるんだ、はい、コラボします、わ、すごい、はい、人とのつながりってすごいね、面白いですね、本当、いや、うん、じゃあこの三線とウクレレのね、はい、コラボ3月7日、またブログに書いておくので詳細はね、はい、ありがとうございます、え、それからちょっと先の、はい、あの話なんですけれども、うんうん、女優として舞台俳優としても、ああ結構ちょっと最後ですね、先ですね、うん、はい、やりますね、でもあるんですよね、舞台決まってるんですよね、はい、2021年ね、はい、来年ですね、はい、来年に、うわ、これもほら役者としてもこう、はい、開花していっちゃうんですね、これも行けたらいいなと、はい、思います、まあ、これはね、はい、ちょっと来年の話なので、またね、はい、詳細はね、はい、チェックしてもらって、うん、でも何でもそのやっぱり石固めな、石固めをしてね、はい、うん、日ね、一日一日を、はい、作っていきたいです、はい、今結構いろんなニューヨーク の、うん、あの記念イベントとかに、はい、こうあの三振持って出現してますよね、はい、はい、ね、聞かせてもらってます、ね、はい、今、ヘアピースバンドっていうバンドをしているんですね、うん、はい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 、で三振奏者の方とベースと、うん、でパーカッションとギターと私で、うん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 、あ、じゃあ三振は2人いるんだ、あ、そうなんです、三振は、三振の師範の方がいます、和師範がいるんだね、そう、あ、じゃあそういうバンドがあるのね、ニューヨークにね、あ、はい、そういうイベントとかに、あ、はい、そうです、そうです、今のイベントの時に、はい、いやいや、じゃあそれもね、随時チェックしておかないとですね、また来年もそういうイベント、来年はもっと大きくなるんじゃないかな、それ来年5月と8月に、うん、その平和ピースバンド予定はしているんですけれども、あ、なるほど、わ、忙しいですね、また、はい、ちょっと固めていかないと、固めていかないとじゃあ最後の質問になりますけれども、はい、このラジオを聞いているリスナーの皆様に一言何かメッセージがあれば、私自身好奇心で動いてきてしまったので、そうね、そうなんです、なのでもしこれっていうものが自分に見えた時は、うん、それに一つに集中した方が道は早いなということがすごく今見ています、うん、私自身、うん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 、でもほら、好奇心があったらやってみないとわからないからね、はい、はい、そうなんです、やってやって、ね、うん、あ、違ったとか、うん、やってこれだとか分かるから、そうなんです、でも好きな、うん、自分がもうこれ好きだっていうものを見つけて、うん、それに突き進んでいってるなら、その好奇心はちょっと触ってあって思うか、それともそれにそれでもそういう気持ちとか行きたいか、うん、っていうところ、私はちょっとなのに行ってしまったりして なるほど
ちょっとなのに全開で進んじゃったり、まあ、私みたいな稀なのかもしれないですけれどもなるほどねなので道を決めている方は、はい、それに頑張ってください。足を固めていってね私は、はい、いやでも好奇心で動いていくのは羨ましいと思います。なかなか好奇心があっても動けない人も多いから、うん、それでね、うん、私わからないんです。動けない、動くのを止めるっていう力が欲しい。逆にね、はい、動くのを止め、はい、もう何でも言っちゃうから、はい、そうかそうか、うん、逆に動くのを止める止める、そうじゃないとあっちもこっちも行ってしまう、はい、あ、何も役に立つ言葉が出てこないですねいや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 、でもでもでも、はい、全部ほら役に立ってる、うん、役に立つことだから、ありがとうございます。いや素晴らしい、好奇心があったら、うん、はい、なるべく一つの道を継続してたっていう、うん、そうそうそう、継続するとその道の方が一番早い、うん、なるなって、早いのになって思います。ありがとうございますということでね、本日は三線奏者でシンガーのりのちゃんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは来週も、あ、来週はですね、またカリフォルニアスペシャルになるかもしれません。はい、あ、いいですね。まあカリフォルニアスペシャル終わったらまたニューヨークに戻ってまいりますので、来週も再来週も引き続き、お付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。